じゃじゃん、なんだと思う？スポーツ羊羹。スポーツ羊羹というのをご存知でしょうか？あんこといえば井村屋ですけども、ちゃんとね、スポーツ羊羹井村屋さんが作っております。実はこの動画を公開した本日、何事も問題がなければ私はツンドラをハイキングしております。まあ私山育ちなんで山登り大変得意です。で、一緒にツンドラに行くメンバーがね、疲れてきた頃にでスポーツ羊羹5本入ってるからね、みんなに配ったらもう全員俺の部下っすよ。疲れたでしょ、スポーツ羊羹どう？まあ、みんな疲れてきた頃にね、これをあげるともう絶対尊敬されるから。525円の投資なんてね、安いもんっす、安いもんですよ。で、これはツンドラに持ってくから食べないんですけども、試食用に1本別に買いました。よっ。スポーツ羊羹。まあ、コンビニで売ってるあの羊羹と似たような感じなんですけど、これどこで買ったかっていうと、あのスポーツ用品店の、ビクトリアで買ったんですけど、ちゃんと開かない。ちゃんと開かない。あ、はい、あのチョコバーみたいな感じでね、こうやって出てきますけども、まあコンビニに売ってる羊羹とそんな変わんないような気はしますよね。でね、ビクトリアの店員さんにね、これ何が違うのって聞いたらね、塩だって。塩、ソルト、スポーツだからね、塩分も取らなきゃいけないと。いただきます。普通普通に羊羹だよこれ鼻出そうになったじゃないかよ普通の羊羹です。いや、結構塩分多いんじゃないかこれ。あのね、ぜんざいにお塩入れるの好きな方ね、向いてると思います。ごちそうさまでした。ちょっとお茶が欲しくなるね。あー、うん、わかった。だからさ、羊羹だけでなびかないやつはさ、羊羹を食べ終わった後にお茶が欲しくなるの見越してお茶も渡せばいいんだよ。これで、この二重の作戦で完全にみんな俺の部下だね。ね。全員俺の部下だね。一本で171キロカロリー、ご飯約一杯分ですね。のエネルギーと 0.2g の塩分が取れると。まあ、最近はね、チューチュー吸うようなね、ああいうゼリータイプの食品とかありますけども、まあ日本人ですからね、こういう羊羹の方が馴染むって方もいるんじゃないでしょうかね。かゆいと思ったらこんなのついてた。誰がこんなことしたの。スポーツ羊羹でございました。